ワシントン DC 郊外の住宅街。英語圏での EN、バンガローは、画像のような平屋で2面ほどの大屋根を持つ一戸建てを、主に指す。バンガローと EN、コテージはほぼ同義だが、バンガローが郊外のイメージなのに対して、コテージは、農村のささやかなものを特に指す。EN、ディタッチットホームは、一戸建ての意味を持つが、特に郊外の二階建てのものを指すことが多い。 日本におけるバンガローは、英語圏では EN、ハットに近い。バンガローとは、低造で、比較的小規模な家屋の様式を指す言葉である。英国におけるバンガロー形式の山小屋バンガロー、もしくはバンガロー式住居は、平屋づくりで建物の周囲にベランダを持ち、全体に傾斜の緩い大屋根を持つことが、特徴的な木造家屋の様式である。 元々は南アジア、ベンガル地方においてよく見られる家屋の様式だが、ヒンディー語のという言葉が転じて、英語ではベンガル地方風の家という意味になり、山小屋をはじめとしたベランダを持つ平屋様式の宿泊施設の一般的名称となったという説が一般的である。他にイギリス軍の軍事用テントがより耐久性を持った、 物と発展したという説や、イギリス人が全く独自に考案したという説がある。アンソニー・リー・キングは1984年の著書、ザ・バンガロー、ザ・プロダクション・オブ・エーグローバル・カルチャーにおいて、イギリスのインド支配をバンガローの金源としている。インドで生まれたバンガロー式住居は、19世紀にイギリスの植民地ネットワークを通じて本国のみならず、 大英帝国の影響下にある諸国に広がった。バンガローは主にオーストラリアやアフリカなど熱帯地方の白人向け、簡易住居として採用されたが、北、アメリカでは1880年代にイギリス金融の流入とともに、秘書地の別荘として多くのバンガローが建てられた。20世紀に入ると、アーツクラフツ運動の影響を受け、 ロサンゼルスなどの郊外住宅地に永住用の住宅や公共施設としてバンガローが建てられるようになった。日本における典型的なバンガロー、兵庫県丹波笹山市の立区移動の里内の設備日本とそれ以外の国ではバンガローという言葉の指すものは多くの場合異なっており、日本でいうところのバンガローは英語ではハットと呼ぶことが通常である。日本では バンガローといった場合は、主に高設のキャンプ場などに設けられる簡易な宿泊小屋のことで、テントを高級施設にした程度の小屋という位置づけで、キッチンなどの設備を持たず、キャンプ場の共同施設を利用する部分があるものを指す。これらは、1990年代以降、よりプライバシーの確保を重視するとともに、台所や浴室等を組み込み快適性を、 向上させた固定時風の建物にとって変わられている。また、近年では、グランピングなどの新しいアウトドアの楽しみ方の対頭や衛生面、安全面への配慮から、便所、浴室などの設備を確固に持つものなど、バリエーションが増えている。これとは別に、日本では、本来の意味に近い形で建てられたバンガロー、ベランダを持つ、平屋様式の木造家屋も存在する。 明治初期にグラバー亭など外国人居留地に建てられたベランダ式住居はバンガローと呼ばれていた。日本で最初のものは1906年に和歌山県新宮に建てられた西村遺作設計のものである。明治末期から大正期にかけて西洋住宅に習った住宅改良の機運が高まり、その一例として1900年代初頭に アメリカカリフォルニアを中心に流行していた簡素な作りのバンガローと呼ばれる庶民住宅の形式が注目された。バンガローは自然に囲まれた郊外地に適した木造平屋で経済的でありテラスで屋外とつながる開放的な作りは日本の気候風土や日本人の好みに合うと考えられた。1908年に清水組の技師長だった田辺純吉は 中流階級向けの洋宅として、日本の在来住宅とも類似点の多い、オーストラリア式のバンガローに着目し、日本建築学会の会誌、建築雑誌に紹介した。また、同年に、橋口信介はアメリカから、カリフォルニア式バンガローを持ち帰り、住宅供給会社、アメリカ屋を開業している。ホワットアレザディファレントティプスオブハウジングインザユーケー。 propertypriceadvice.co.uk 2020年5月10日閲覧。a b c d e f の終字世界住居史昭和道 2005ISBN48 億1220万4437ピアニッシも290から292。日本では、ヒュッテといった場合、中から高際域にある。 比較的設備の整った山小屋を指すことがほとんどであり、英語の、ハットもしくは、ドイツ語の、フタとは指し示すものが多分に異なる。ABC を小費定に示された、西村伊作の住宅設計理念、川崎恵里子、文教大学教育学部企業38、27から36、2004? ありがとうございます。